映画やん。こんにちは、デトロイトビカムヒューマンへようこそ。私はアンドロイド案内役です。始める前にまずはあなたのプレイ環境を整えていきましょう。もう整ってますよ、もう完璧よ。それでは早速始めましょう。忘れないで、これは私たちの物語、そしてあなたたちの未来。2038年やで。もうほぼほぼ20年後。コイントスしとる。ガチで綺麗な。ガチで綺麗。WSD どうか。あ？結構やり方むずい。ジョン・フリックス、キャロライン・フィリップス、エマ・フィリップス、家族っすね。デトロイト市の。魚魚魚、ドワーフグラミー、フグ。助ける、やめる。まあ助けとこうぜ。なんだ？あの子を助けてください。まさか、まさかアンドロイドを。さあ奥さん、いや、そんなのダメよ。待って、やめて。交渉は本物の人間に頼んで。俺が交渉人だ。アラン隊長。目標？ああ、そこのアラン隊長ね。ちょっと探索しよっかな。まずアラン隊長と話せと言われております。了解です。なんかある、コーヒーかな。めっちゃでかいなこの家。この家バリでかい。一話す。アラン隊長、私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。変異体の名前、変異体に挙動、精神的、停止行動を教えてください。停止行動は試されましたか？当然試したよ。変異体の名前は？彼の名前は？いいか、子供を救うことだけ考えろ。お前があのアンドロイドを止められなきゃ、俺が始末をつける。交渉に必要なんです、名前が。なんかあるな。お？マウスでやってるね、これは。ブラックホーク。9ミリ弾のブラックホーク。再現。こういうことね。変異体は父親の銃を使った
終わり。ね、なんかいろいろあるんすよ。あ、まず向こう行けるわ。向こう行くわ。なんかあった今。なんもなかったように見えたけど。もう行くんですかね。なんかあるね、ここ。ダニエルがかくまってるっぽいね。なんか聞こえる。無数には銃声が聞こえなかった。なるほど。めっちゃ撃たれてんねんけど。うわ、撃たれてる。おやさん9ミリ弾、9ミリ弾何発撃っとんねん。3発目やぞこれ。もう助からんやん。てかもう死んでるか。ジョン・フィリップス死んでる。おやさん死んでる。再現しよう。撃たれ方がすごいの。何かを持っていた。ん？なんか開いたぞ。何かは分からんが。こっからこうなってダニエルがバチコーン3発撃ったんや。よう撃つな。あれ何？ああなるほどね。ラドクリフ、ハリーポッターっすか。多分アンドロイド買い替えられそうになって激高したパーティーやろな。なんかあそこら辺にあるけど、ちょっと待ってな。ここや、ここのこと。こんなゆっくりして大丈夫か、コーニー。バリ沸騰してんねんけど。ちょっとこれダニエルの声がする。一家は夕食を取るとこだった。まあ買い替えられるっていうことで激高しちゃったんやろな。しゃあないのに。デトロイト死刑の警官が第一。撃たれとる。めっちゃ撃っとる。全部9ミリだ。ブラックホークやったっけ。発砲は一発のみ。巡査どうやって撃たれた。結構エイムいいよな。絶対エイムいいよな。ダニエル
人質は発砲を目撃した。変異体は警官に撃たれた。あ、撃たれたんや、一発撃たれとるわ。あ、これレレレしてないな、この警官レレレしてへん。お、銃あんねんけど。あれ、これ銃とかあったっけ最初。アンドロイドはいかなる武器だと携帯または使用しはならない。手に取ろうぜ。行ったろうぜ。成功率何パー？あ、何パーか出とったのに今見えへんくなった。こんなもんかな。やば。鮮度の高いブルーブラッド、シリアル番号アンドロイド負傷してる。撃たれたって言ってたもんな。型番 PL600。コニー、あれこれ子供用の靴？人間の。人質が負傷した可能性。子供やんな人質って多分。そろそろ成功率 82%。 これ成功するっしょ。聞こ、うわー、ダニエルやばいなあれ。もう行こうとしてるな。行こうか、外に出る。行きます。おい、来るな、近づいたら飛び降りるぞ。いや、やめて、お願い。名前、やあダニエル、僕はコナーだ。俺の名前を。他にもいろいろ知っているよ。君を助けに来たんだ。え、何今の。あ、穏やかに、穏やかにしよう。とりあえずとりあえず安心させよう。動揺してるから。9、なんか黄色いマーク出てんな。頭黄色。武器。嘘つけ。いや、丸腰だ。嘘をつくな。銃を持ってるんだろ。ダニエル、嘘じゃない。信じてくれ。僕は丸腰だ。あ、なんかロックしてる。原因。買い替えられると知って、君はショックを受けた。なあ、そうなんだろう。家族の一員だと思ってた。思ってたんだ。大事な存在だって。でも俺はただのおもちゃ。いらなくなったら捨てられるだけなんだ。エマと君。エマとは仲が良かったんだろう。ポル死んでる。裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。愛されてると思ってた。助けて。だから違う。この子もちょっと進むわ。ちょっと進む。前進。同情的に行こう。ダニエル、君は何も悪くない。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。前進まれへんて。俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。前行け。愛してたんだ。なのに彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。あの音おかしくなりそうだ。
あのヘリコプターをどこかにやってくれ。従おう。ほら、いなくなったぞ。信じろ、俺を信じろ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ、人質を解放すれば君を傷つけたりしない。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。銃を使います。すまん。デッドワイルレディ抜きだ。躊躇ない、躊躇ないよ。躊躇したら死ぬからな、自分。サイコで行く。モデル AX400。 フラバンいらんかった。フラバンいらん、ファイリングせえへんもん。トップクラスの家事アンドロイドですよ。ほら、ゾーイ、行くわよ。試験は200種類。しかも小学校から大学までお子様の宿題を見ることができるんです。どうも、ご用件は。ねえ、あなたすごいと思わない？ああ、アンドロイド視点やな。この機種はすべてキャンペーン価格で販売してまして、48ヶ月間無利子の7999ドルでお買い求めいただけるんですよ。たっけー！しかも部品と修理は2年間の保証付きです。ペンキ塗り、配管、庭仕事、修理まで。夜には監視モードに切り替わり、不法侵入や煙を探知した際に緊急サービスに連絡します。横に何かいる。 MP800 は多少お値段が上がりますが、さらに万能なんです。これでさ、完了ですね。持ってっていい。はい、大丈夫ですね、どうぞ。買われるな。いかがです。何やこいつ。整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか？引かれたんだよ。ただの事故さ。ああ、なるほど。チラチラこっち見てんね。もう見てんね。ただリセットしたので、メモリがすべて消去されました。大丈夫ですか？問題ない。よかった。名前はどうします？娘がつけた。AX400、名前の登録を。カール。私はカーラ。DV 男反対。マジで綺麗な。めちゃくちゃいいぞ。
アンドロイドのせいで職失ってる人もいるんやな。万能すぎるもんな。同時刻ぐらいか。はた、リアル。そろそろ帰ります。うん、だいたい100万円のアンドロイド。行きます。ベニーリペイント店に行く。どうやって走んのこれ。アンドロイド走られへんか、そもそも。走ってるアンドロイドおるやん。あ、何クリックを長押しして DPS を使う。右クリック長押しでいいんかな。おい、捨てんなよ。おい、捨てんなよ。肩ぶつけてくわこいつ。おら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 、捨てられた普通に。ああ、あったわ。ベリーリペイン。あー、塗料。じゃあ頼まれたもんください。 ID 認証完了。こいつも店員もアンドロイドか。オーダーナンバー847、$63.99です。お支払いの手続きは。結構高えな。支払いを承認。手続きを完了しました。よし、バスに乗って帰宅。帰ろう。どっかで働いてんやろな。結構 PC 版でも操作はそんなに難しくないぞ。バスどこ？そっちか。なんかデモみたいなやってる。俺もロード、行かんほうがいいな。俺が行くとこじゃなかった。参加しようかな、デモ運動とか思ったら。アンドロイドやめろとか言ってた。もう乗るとこもアンドロイド用の乗るとこなんや。なんかアンドロイドと人間が共存できなさそうな世界観あるね。マーカスはバスに乗った。バス乗れないスタイルあんの？どういうこと？あ、これなんか違うところからスタートか。世論懐疑的。あ、やっぱそういう感じなんやね。アンドロイドに対して懐疑的ってことやろ？
オーバーウォッチもオムニックと争ってますし。あ、次あれやん、カーラ。故障して修理されて戻ってきた後、時間軸が結構キャラごとによって違うから、何つトット、こいつがトットか。ほら来い。はい。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。とりあえず家事と洗濯と料理と、それからたかあのクソガキどこに来やがったんだ。アリス、アリス。ああ、そこにいたか。こいつはアリス、面倒を見てやれ。宿題とか風呂とかそんなとこだ。いいな。はい、トット。一階を片付けたら二階を頼む。アリス？ゴミ集める、食器集める。掃除したくねえな。電話かかってきてますよ。ピザ。はえ。ゴミ片付けのはえ。何が欲しいんだ。ああ、いいぞ。手に入る。ああ。明日届けるよ。うわ、すっごい汚いな、ここ。酒に溺れてる系。オッケー、ゴミまとめた。テレビオン。分からんけど、支払いの催促が来てるみたいな感じでいいんかな。分別なさそう。そのまま行ってるもんね。テレビオン。言うてみたいわ。なんか結構あるな。なんかめちゃくちゃあるな。アリスがすっげえ恐れてる気がすんねんけど。食器を洗おう。全部終わってか。洗う、どこで洗うねんこれ。どこで洗うねんこれ。あ、ここか。トット大丈夫？トットなんかうめいてんねんけど。え、故障中？オーダー処理中。発注。D。D連打。見てる、アリスが。アリスのなんか好感度ポイントみたいなアップした。かぼちゃスポンジ。確かに硬そう、このスポンジ。これスポンジ？取れてへん、取れてへん。おもちゃあるね。カーラー。
はい、トット。俺も俺も今俺も反応してもた。ビュー、ムカつくなこのトットってやつ。なんもないかも。ちょっと向こうになんかある。まあとりあえずトットに報告したらいっか。カーラの面倒を見ろって言われてるから。カーラじゃない、アリスの面倒を見ろって言われてるから。ちょっとゲームしてる。かわいいな。オールスポーツ、見つけた記事はボーナスページで読み返すことが可能。あ、すごい、そういう系。まあええわ、勝ち割ったってよかったな、あのビール瓶で。ここなんや。テレレテレレテレレ、こんばんは。こういうゲームもやるっすね、たまーにやけど。カゴ、洗濯、トットのジーンズでかっ。どうした？めっちゃ見てくるさっきから。どうした？アリスちゃん。庭が好き？よくここで遊ぶの？なんや、天候、遊ぼ。退屈そうね。私と一緒に遊ぶ。親密、早っ。どっか行った。積んでるやん。洗い直すか。子供は好きな方やと思う。なんかあったような気がしてんけどな。こっちの出口とかあったっけ。あ、ごめんなさい、ガチャコリ。急に遊び出しても怖いもんな。遊ぶ、遊ぶ、わーい、怖いよね。よし、これで洗えると。ドラム式じゃないな、洗濯。もう全部できんの、えぐいな、アンドロイド。お？なんだこれ、レッドアイス、毒物かな。うわ、おい、俺のものあさるんじゃねえ、イライラすんだよ。すみませんでした。いいか、俺を怒らせたくなきゃ二度と触るんじゃねえぞ。怒らせたくないだ。はい、トット。てか、あいつ足音せんかったぞ。役やってたら足音せんくなるんか。
なんかやばそうな家ということが分かり始めてきましたね。怖えよ、もうなんか怖えよ。あ、2階またトットに報告しとく。なんかあるし、あそこルンバ、ルンバ終わってなかったらブチ切れられるからな。とりあえず片付けといて掃除全部終わらしてから報告しよう。アンドロイドとエッチなことできたっけな、忘れた。できたような気もするけど、できひんかったような気もする。じゃあアリスいるからアリスに喋りかけて終わるか。終わらしてから喋らないと激高するからな。お父さんみたいな感じやな。さっき呼んだ、さっき呼んだ、もうええわ。とっととっと終わったよ、終わったやで。1階は終わりました。2階に行きます。やることやって俺のことをほっといてくれ。ん、おい、おいビビってんのかおい。じゃあ怖いわ、ちょっと怖い。2階行くか。なんかそういうお店あったよ。なんかさ、かわいそうよね。大丈夫？人形？かわいい人形ね。名前は？アリスとの友好関係が築かれていく。まあ無視なよね、大体が。興奮してきたな。それはもう普通の興奮してきたな。ここを片付ける。バンク何ですか。おお、なんだ。あ、どうした。いや、なんかめちゃくちゃ汚いの。またオールスポーツや。さっきのやつなんで読まれへんのやろ。何この窓、換気ね。あこれか。結構やらしい動き取り入れてくんな。わからんかったぞ一瞬。テレビの電源入れんでもよくない？怒られそうやし、やめとくわ。酒の量が半端じゃないね。大飲酒やん。飲酒の怪物や。あ、ギター、ちょっと音鳴ってるし、凝ってる。やばい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 。トット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 狂って、行動障害の検査あり。交通、えっ、銃入ってる。役に立ちそうな会話、またアクションアンロックした。あれ銃とかあったっけ。2階やからバレてへんな、さすがに。
もうびっくりした、バイオハザードやったアリスワンチャン売ってたわ俺。うん、あんまり役に立ちそうじゃない。もう大丈夫やんなここ。ああ大丈夫そうやね。邪魔だ。おいトット態度悪ない、態度悪いよ。ちょっと一問着終わらしてから次やね。これなんだ、トット現れたらめっちゃ怖いわ。あれマウス操作たまにミスる。私だ。お前だったのか。興奮してきたな。ちょトイレ行っていい？ちょトイレ行ってくるわ。ごめん。ちょっとまたからコアレッセンスしてきます。カーラが帰ってきたわ。じゃあ行きます。アリスの部屋がどうたらこうたらやったっけ？モップかけ。マジずっと掃除させられるやん。え、めっちゃビビってる。大丈夫？2分で終わるからいい？アリス。ほんま5分ぐらいかかるけどな。残念だったな。おもちゃ箱。いや、オルゴールっぽいな。不思議の国のアリス。そうよね、友好関係がちょろいの。でもだいぶビビってんねん。ああいい秘密基地、自分で作ったんかな。なんかいろいろあんな。これは読書が好きなのね。本が好きなんか。そもそもちっちゃい時本読んでたらマジで賢なるらしいからな。俺全然読んでへんかったから。もうその単語も出てけへんもん。ボキャブラリーが出てけへんかったもん今。ボキャブラリー少ないって言おうとしたらボキャブラリーが出てけへんかった。これ本読んでへんからやわ。外を換気しまーす。何がアンロックしたんや。何何ちょガチでちょっと覚えてないな。なんかあったっけな。アリスの情報、友達お願いする。アリスの情報、あなたのことを教えてくれれば面倒も見やすくなるわ。カーラの名前、母親はカーラの名前。あなたが名前をつけてくれたの。いい名前。何から。お、信用してる。ちょろい。ちょろいって言ったが。好み。無口。母親は。母親は。お母さんはどこ。もうすぐ帰ってくる。おい、下がった。ごめん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 。無口。無口なのね。あかんあかん、それ無口って言ったらあかんって。うわ、あかん、言ってもた。
なんかもろた鍵。あー、オルゴールのなんかおもちゃ箱みたいなやつ。とりあえずこれ開けましょうか。開けてましょうか。開けてみましょうか。無口なやつに無口って言ったらあかんって。無口なのね。あ？家族の写真かな。四つ葉。これトッドなんかな。若い時の家族の写真。なんか頭傷ついてる。これトッドと誰やろ。娘。やべ、アンドロイド出てきた。無理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 。サブイボエグ。ちょ戻そう。そういうことか。ワッタファーやん。あー、これあれや、トットがやってそれで買い替えたんや。そうですわ。じゃあまずいっすね。非常に非常にまずいっすね。あー、どうしようどうしよう。まずいぞ。新しい指示を受ける。何してる。あ、遊んでるの。遊んでる。こう思ってんだろう。親父はクズだって。うん？仕事もねえ、会社もねえ、負け犬だってな。金もねえぞ。俺だってこれでも努力はしてんだよ。薬はあるけどな。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。お前も俺のことが憎いんだろう。あかんあかん。俺には分かってんだ。あかんて、あかんて。さあいい、憎いんだろう。俺は何してんの。せやな。ごめんよアリス、許してくれ。ごめん。父さんはお前を愛してる。分かってるだろ。あがもう禁断症状出とる、出とる役の。あ、終わった。掃除を終えた。紐の出口。優しいんよ。殴った後優しいんよ大体。いや、アリスの回はあんまやりたくないな。カーラの回は。これはなんか絵の具を取ってきてからのやね。帰宅したい。バスで帰宅してからか。それや。品物を置く。ここでっかいな家。ここはさっきの家と全然ちゃうぞ。立派やねんけど。めちゃくちゃご立派。これもアンドロイド。いや、ちゃうな。生きてる？つける？アンドロイドやん。アンドロイドやん。いる？
まあお世話できへんからアンドロイドのやつを買うっていうのもありよね。でも選択肢としてはありあり。で2階に行けみたいなこと言っとったな。あーめちゃめちゃ絵描いとる。なんやろこれ、なんやろな。空？わかんねえ。こういう絵描いてて金持ち、うわすっごいな本の量が。なんか下にいっぱいあるけど、とりあえずカール、誰やったっけ、カール起こそう。 iOS は Android に勝てなかった未来。あれどこ、カール起こしたいねんけどさ。入れた、くら。この人寝とる。カーテンを開ける。車椅子あるやん、体悪い。ああ、おはようカール。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度、湿度 80% で午後には小雨が降るかもしれないそうです。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。そうだな。いやこの人にはログを受け取ってきました。そうだ忘れてたよ。そこがお前と私の違いだな、マーカス。お前は物忘れをしない。これこの人一度そうやな。でも病気なんやな。それじゃ腕を出してください。いやカール、はあ、どうも。起きて早々歯を食いしばれというのか。いい人間は脆い機械だ。いいとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。これでよし。それじゃあお風呂に行きましょう。ここはすっげえいい家庭というか、うまくいっとんね。落としたらどうなんだろうこれ。大丈夫か。カールおじさん風船で飛んでいったんじゃない。でここの貝がすごいな。ん？お風呂入った、着替えてるね。お風呂入ったね、おじいちゃん。やっぱ足悪いんやな、ちゃんと。このカールおじいさんの、お、すっごいな、この車椅子。今日はモモの回顧展の公開初日ですよ。あ、ガチガチのプロやんか、この人。参加確認のメッセージ。これどこに行くの？食卓どこ？え、これどうやって下行く？残されていました。うん、まだ決めていなかったな。階段？階段かな？階段やろ。いや、めっちゃ曲がんねんけど。めっちゃ曲がる。メールです。返信しておきました。こんばんは。このゲーム懐かしいです。懐かしいですね。レオから連絡は？いいえ、カール。お電話しましょうか。いや。その右下に消えていくおじいちゃん結構シュール。もしかして動かなあかん。あれもうおらんねんけど。人の顔だ。カールを食卓に連れて。カールどこ行ったんよ。ほんで、あーごめん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 、マーカス。あーごめんなさい、すいませんすいませんすいません、すいません、ほんまにごめん。さあ午前10時に起きて、腹が減った。うん、何を食べんのかな。お好みのスタイルで用意してありますよ。ああありがとう。いいえ、
懐かしいゲーム。そうっすね。2年ぶり。朝食を用意する。飯食おうぜ飯。どこで。一回あんま見てへんからな。なんもない。あれどこ？食卓あって。あれここじゃない。ご飯用意する言われましても、こっちか。キッチンキッチン手に取る。ああもうできてんねや、ほぼほぼ。えらいなアンドロイド。朝はやっぱブラックコーヒーっすか。はい、朝食です。こんばんは。このゲームは、いや2回目っすね。でも忘れた、どんなストーリーかマジで覚えてない。最初からやってるけど。 ありがとう。テレビを。みんなテレビはこういう感じなんやな。やはりブラックコーヒー出てきた。朝はこれがいいんだよ。コーヒーの豆を変えたんだよ。言いそう。朝食を食べている間は自由にしていなさい。ええ、うん、そうします。ありがとうございます。じゃあ自由にします。いろんなものがあるので、本でも読むか。いやキーツはもう読みたくない。今読みたくない。ピアノ、ピアノ弾こうや。希望にあふれた情熱的な謎めいた。こいつがもう情熱と希望、希望足りてへんな。希望いくか。このキーどこ？下鍵カッコ。え？これどこ？あ、これスペース、これスペース。あ、ほんまや。溢れ出るような脳内にメロディーが。何見とんねん。いつもと音色が違うな。お前には人間よりも人間らしい一面がある。私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。さあスタジオに行こう。個性があるということ。
ピアノ弾きたいな。もし弾けへんのか。なんかもう一個あったけど、なんや、あ、絵を描くとかそういう感じなんかな、もしかして。スタジオに連れていく。こっちスタジオっぽいね。うわ、すっごい、すごい絵で飯食ってるわ、これは。よし、前回の続きだ。あ、もうなんか書いてるんか。はい、スタジオを掃除。はい、書いてる。あー、これさっき買ってきたやつかな、届けに来たやつ。マジ、アンドロイド整理整頓能力やばい。わん、これは、あー、掘ることもするんかい、もしかして。なんでもできるやん、この人。オッケー、片付いたかな。片付いたね。買い取る。様になるなー、この絵。この人しか描かれへんって。家でかすぎるやろ。さあ、意見を聞かせてくれ。言われましても、まあ、あんま好きじゃないけどね。僕は目利きではありませんが、他の作品の方が好きです。正直言ってもう何も言うことはない。え、こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ、カール。私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。マジ？筆を取って書いてみなさい。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。アンドロイドいっちゃん困るで、こういうの。手に取るか。マジ、おじいちゃんのリアルさえぐい。各題材を決めるって言われてもな。カールの絵描いたおもんないから。銅像を描く。銅像でも描くか。いや、斜めむず。これは現実の完璧な
製だ。まあコピーやな。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。無理ですよ、そういうふうにはプログラムされていません。さあほら、筆とそのキャンバスを使って書き直し。いやもうなんかな、何でもいいから考えて書いてほしいんやろな。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから、大丈夫だ。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。めっちゃ黄色なっとる。アンドロイド、人間性、アイデンティティ。人間性を書くか。人間性を書こう。人間の思いやりかな。思いやりについて書こう。ペンが走る。気づかなかったよ。あ、こいつ近くに来たから体ガクガクしてない、この人。しばらくぶりだしない。どうした？トットと一緒の症状出てるって。具合が悪そうだぞ。ああ平気だよ。いやこいつ薬やってるって。金が必要なんだよ。あ、やば。またか。この前渡したばかりだろう。ああほら、すぐなくなっちまうんだ。また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。えよ、私に嘘をつくな。ないから金くれって言ってんだろ。頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで。分かっているだろう。あ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。あ、こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いから、従順だからか、俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だ。ねえよ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。うんうん、で終わった。ろくでもない息子来たな。なんかどっかしらなんか抱えてんな、闇を。おい、コナー、コナーじゃん。ジミーズバー。アンダーソン警部補を特定する。お前か。ここはアンドロイドお断りじゃなかった。
デレック・マイヤーズ。アンダーソンやんな、確か。貴様は違う。貴様はジョナ・グラハム、無職。無職くんなば。すごいバーやな、ここ。ここすごいバーや。この人かな、もはや。事業主。君は？警部補や。アンダーソン警部補、私はコナー、サイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。何の用だ？あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。警部補、粘ろ。警部補、大変申し訳ありませんが、規則により行動を共にしなければならないんです。規則って、お前、ここは学校か？いえ、バーです。面白くねえ。そうだな。警部補、お酒はそのくらいにして一緒に来てください。その方がお互いのためです。一杯おごろ。こうしましょう。最後の一杯をおごります。どうです？すみません、同じ。切れそう。切れそう。科学の進歩。あ、なんか上がった。ダブルで。上司や。上司と思えばええ。なんだんの。殺人って言ったか。言いました。ちょろいちょろい、ハンクもちょろいわ。神ゲーやってますな。おもろいよなこれ。デトロイトビカムヒューマン。酒飲んでませんでした、あなた？ここで待ってろ。すぐ。我慢しよう。わかりました、警部。そうそう、それでいいんだよ。やっぱ上司のいい、おお、ついていくんかい。これついていったらまた。チャンネル16のジョス・ダグラスです。行かれんぞ。もうあんまハンクと関係悪くしたくないねんな。俺の連れだ。いいんかい。待ってろって言葉が理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい、了解。よー、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこで。こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか教えてくれ。カメラアングルを切り替える。数ヶ月家賃を滞納してたから家の様子を見に来てみたところ、死体を発見ってやつさ。そらやべえな。殺人事件、アンドロイド絡みとか言ってなかった？しかも今たくひどい。おやばだよ。窓開けてマシにはなったけどな。虫はいと。会社の名前はカルロス・オーティス。調べたところ窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。近隣の住人とも付き合いはなし。一日中引きこもってたって話だよ。
カルロス・オーティス。ナイフでいかれたな。真夜中にわざわざ呼び出さなくても。アンドロイドの関与、まあ分からんよな、ここまででは。死んだのは3週間以上前だろう。なあ、君主が来ればは。カルロス・オーティス。近くにキッチンナイフがあった。そのキッチンナイフでいかれたんでしょ。侵入の形跡は。いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。うわ、逃げたんだろう。エロそうな。アンドロイドの情報は。なんかさっき見たな、入国審査でこういうチラシ。貸してたって話だが見当たらなかったよ。俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。何かあったら呼んでくれ。なんだ、証拠が全然検証できない。やっと高画質で見れる。止まった通信制限。あ、これあれやん、レッドアイス。そう、それ毒物、薬、ドラッグか。薬やっててナイフでぶっ刺されて血の跡。めちゃめちゃ血出てんな。刺されまくってるんか。ゴシップスウィークリー。アンドロイドとやる方がマシ。プラスチックに勝てるわけないね。え、矛盾してない？これどういうこと？え？アンドロイドとやる方がマシ、プラスチックに勝てるわけ、どういうことや。雑誌やばいやろ。センシティブな雑誌やな。あー、じゃあなんかあるぞ。刃物これなくなってんな。刃物なくなってるからここでやったんやろね。バット、金属バット。芯のちょっと先っぽの方当たったら手痛いところがへこんでる。指紋まで見れるんか。データベース1、カルロス・オーティス。あれ、カルロス・オーティスがまず殴ったってこと？どういうこと？ああ、あ、正当防衛的な感じ。変異体は襲われました。こっからバチコン行って、襲われてバチコンもう一発行かれて死ぬと思ってナイフ取ってズドン。はいはいはい、わかりやすいな。え、お、俺なんか刺されてると思った、後ろから。びっくりした、俺こいつに刺されてると思った今。なんか後ろにおるよと思ったら。プレイス、この文字は会社の地下。多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。うん、揉み合った形跡。まあだからアンドロイドを、あ、指紋全然検証できてない、なんで。アンドロイドをレッドアイス殴ろうとして、で刺されたって感じか。ん？ただの庭ですか？動きません？何も。あれもう逃げたんかな、アンドロイド、もしかして。あれ？デトロイト死刑。正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間も経ちゃ足跡だって消える。いえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。
なんだ？どういうことだ？逃げてないってことなんですか？クリス、ドラッグを分析。はい、ドラッグ回しときます。そういえば死体見てないな。いやーもう嫌だー。上から調べようっと。サイバーライフサンズ。おいマイク、サンプル取り終わったか。うわめった刺しやんか。いかつい、いかつい。え、レッドハイス薬物行って頭おかしなってもうて、そのままぶったたいたバットで、内出血28箇所の刺し傷、えぐいっす。マジでえぐいっす。お腹きたな。170センチ130キロ、大柄やね。あと一個どこや。うん、指紋一致、再現。ん？倒れた？ここで倒れた。おい！来た来た！ナイフで刺された。ああ、さっきあのキッチンを通ってナイフでもうもう刺されまくっとる。最後まだ行くんか。うーわオーマイガー。28回も刺されているようです。ああ犯人は相当恨んでたみたいだな。報告しようか。あと1個証拠があるっぽいな。この辺なんか見れないのかな。まあでも大筋大体分かったけどね。証拠検証9。まあいっか、話しかけるか。逃走経路、ここで刺して、正面は鍵。証拠がないっす。さっきの雑誌も証拠の一部かな。まあ、とりあえず話しかけます。警部補、何があったか分かりました。もう大体分かったやろ。じゃ聞いてやるよ。事件の始まりは決意キッチンです。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。バットで。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。アンドロイドが被害者を刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった。被害者は逃げたんです。
リビングに。リビング。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフで殺した。なるほど。お前の推理もあながちふざけじゃないな。アンドロイドはどこに行ったんだ。バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって。シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなるんですよ。でもお前の目には見えるってことか。その通り。ブルーブラッド、かっけえな。なんかスキャンするわ。どこ行ったんだろうね。あ、なんかあるぞ下に。なんだ。はしごを使った。そういうこと。なあ、ちょっと怖いな。もう怖いな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 。おるんちゃうん。びっくりー、ガチガチびっくりー。いやー、もうこっち。QRA。 どうした、なんだこれ。細いな、縦細すぎる。ブルーブラッドの痕跡。あ、上か。上見てないな。ヒヒー RA。 あ、何やったっけ。ちょっと覚えとくわ。あれちょっと覚えとくわ。RA9 がめっちゃ流れ書かれてんのかな。 RA9 ね。 OK。 登るための道具を見つける。はあはあはあ、なるほど。椅子なんすよね、ここで。やっぱり。その椅子どうすんだ。調べたいところか。調べたいところね。行くぞ。屋根上。怖えなあ。変異体を見つける。いらっしゃる。
おらんけどな。自分で操作するんやこれ。なんかいる、なんかおる、ちょなんかおる、なんかその椅子の裏におるって。ねえ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 、いるいるいる、そこに。もう行くしかないかな、行くしかないやろな。向こう行ってますやん、もう。おるやんか、変異体ここに。いるわ。目が赤なっとった。おい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 、僕は身を守っただけだ。そうですね、殺されそうだったんだよ。お願いだ、黙っててくれ。何してんだ。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、メン、今すぐにこっちに来い。急げ。いたわ。そして黙ってくれ。黙っとけばたのに、普通に警部補に言ってたな。さすがアンドロイド、慈悲なし。 RAQ は何なんやろ。あーっと、カーラ、カーラとアリス。トット、お夕食です。そうか、今行く。いや、薬物の量やばいってマジで。こうトットが一番やばいわ。ここほんま嫌いやねんけど、このカーラのやつ結構いかれてる。これさっさとちょっとこっち行こう。調べもん結構あるから。こんだけ2階行こうかな。あ、2階行かれへんわ。え、いやべえ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 、怖え、行かれちまってる。ナポリタン、あ、夕食そっちか。あり合わせのものですけど、これしかなくて。ナッポナッポやん。タバスコいる？おい、ちょこまか動き回るな。イライラすんだよ。おい、何見てんだ。なんだってんだよ、クソガキ。ああ。こんな暮らしうんざりだってのか。俺だって苦労してんだよ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミクズみたいに捨てて会計士と一緒に逃げなさい。お前のせいだ。やめてパパ。全部お前のせいだ。オーマイガー。おい、どこ行く。おい、どこに行く。今すぐここに戻ってこい。
してやるからな。すいません。一言もなく消えやがった。動きません。幸せな家族に慣れたかもしれないってのに、こいつ殺される、殺される。俺、いや私、私の気持ちも知らないで。上に銃あったよな。あいつのためなら何だってやったってのに。でもあいつにはそれだけじゃ足りねえってのか。やば、動こうかな。あれ動かない、体が動かねえ。なんだ、キュ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 、おらららら、長押しちゃった、ごめん、長押しちゃった、連打してた。あれ、こっちが長押しでこっちが連打。割れる、ガラスが割れる。命令に背いた。アリスを守る。あいつはもうダメだ。トットは。10、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 
ガンズガンズ、アリスどこ？そっちか。ハロー。もうやめて。てめえ何してんだ。銃を下ろしてさっさとこっから出てけ。これは命令だ。いいえ、その子に手を出さないで。なんだと？手を出すなだと？どうするってんだ。俺を撃つつもりか？人間を撃つってのか。え？お前故障したんだろう。なら俺が直してやる。オーマイガー、避ける、あ、避ける、避けろ、カール危ない危ないよ、死ね、キウイ危ねえ、むずい、ちょっと待って、回生死にさせて、キウイD、 A、 あ、間違えた、シフトと、でもむずいってこれ、ほっといてってば、俺は主人だ、黙って命令にしたね、逃走ですか？どこどこで？むずいねんけど。走れー！バスに乗れー！てかもう行ったからな。あー1キル気持ちいい。
いやー、てか最後の連打間に合わんわ。あれだいぶ分岐あるな。間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。お絵描きのところ苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだよ。さあほら一杯やろう。あの騒ぎで喉が渇いたよ。これ時系列一緒かな。違うとこで行われてるだけで。スコッチをストレートですか。その通り。お医者様に怒られますよ。ふん、医者などクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。行くねー。ルローニコース、うん、セットクルートあったんやな多分。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いや、確かに消しました。警察を呼びなさい。デトロイト市警です。どうされましたか。ラファイエット通り8941、カールマンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。見に行ってみよう。マジで。はい、嫌やな。何も持たずに行くの危なくない？あれ？息子じゃね？レオ！何をしている？金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ。それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。やろってのかおい。警告する。警告します。とりあえず勝てる気しかしない。今すぐ出ていかないと面倒なことになりますよ。あんたはいつも俺を拒むなあ親父。俺じゃ不満か。こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか。いい加減にするんだ。今すぐここから出ていけ。どこが俺よりいいってんだ。もう関わるな。ほらかかってこいよ。マーカス、やり返してはダメだ。いいな、構うんじゃない。殴ってみろよ。ほらどうして。お前それなんかハテナ出てる。不公平だ。どうしたんだ、ビビってんのか。やめるんだレオ。やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。うーわ、殴ってる。あー、止まんねえ、止まんねえよ。いやー、そうだった。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだ、レオ。誰に手を出すか。お前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。お前を壊したところで誰も気にしやしねえんだよ。どうしよう。なんだって思う。ねえお、バカだお前は。レオ、バカな息子だった。カール、僕は ここにいればお前は廃棄されてしまう。さあマーカス、逃げるんだ。弁明書無駄やろ。早く行け。さあ
行くんだ。マーカス、そこを動くな。死んじゃった？押し倒しただけで死ぬと思わんけどね。いやもうここか。ほんでコニーか。なぜ殺した？いつから隠れてた？なぜ逃げなかったんだ？何か言ったらどうなんだ？ったくやめだ。ったくやめだ。マーカスのことが頭から離れない。とりあえず痛みつけてみりゃいいだろう。どうせ人間じゃないんだよ。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああそうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。行ってこい。どうにでもなれだ。ほらお前の好きにしろ。自白させる。鏡。あいつ一体何やってんだ。ファイル見よう。思い出したな。なんか開いた。ここで確か RARQA、RAQ。なんかすごい損傷してるね。もうなんもないか。まず分析からやろう。自己破壊の可能性は低い。でもなんかちょっとおかしなってもうてんな。カルロス・オーティス、家事手伝い。ああ帰り茶浴びてんな。ああバットによって殴られたやつ。こっちはタバコの跡ってことは結構イカれとってんな。トットみたいに。立っちゃった。アプローチ方法見つけるとか書いてるけどもう終わりやろ。まあ結構やりたいようにやられてたからそこら辺の同情を誘おう。お前は仕方ないよと。ストレスレベルを上げて自白させる。ストレスレベルを上げたらいいんか。恐怖、写真を見せる、怪我。写真見せてとりあえずストレスレベル上げようぜ。お前がやったんだぞ、ね、的な。カルロス・オーティス、刺し傷は28箇所もある。これは血で壁に書かれていた文字だ。
くいの恐怖。君のプログラムは不安定な状態だ。そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。お前やばいぞっていうか、ストレスレベルが低すぎるからダメですね。なんで避難しよう。いや脅そうか。逮捕されてから君は黙ったままだ。このままだと痛い目に遭うことになるんだぞ。そんなの嫌だろ。うん、脅そう。置かれている状況が分かっていないのか。人を殺したんだぞ。何か言ってくれないと君は破棄処分にされる。これは上がる。いやまだ低い。信用するよう訴える。ストレスレベル下がりそう。力になりたいんだなあ。僕を信じてくれ。ストレスレベル下がってる。あかん。助け出したいんだよ。やばい。僕はあどうなってしまうんだ。来た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 。そうだよ。いや嘘を言うか。とりあえず嘘言っとこう。いや彼らは知りたいだけなんだ。虐待されていたことも。やべえストレスレベルが。君のせいじゃない。どうして彼らに教えた。なぜほっといてくれなかったんだ。もう嘘つき続けよ。君は見つかっていた。分からんけど嘘で塗り固めるわ。だっただけだ。彼らが先だったらその場で射殺されていただろう。めっちゃ下がってきた。まずい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 。死にたくないなら話してくれ。それはできない。そらそうやろな。ストレスレベルが。あーどうしよう。尋問方法を選ぶ。そんな強く言われへんよ。追い詰めよう。28箇所の刺し傷だぞ。急に。確実に殺したかったんだろう。怒りであふれ憎んでた。来た来た来た。彼は血を流し君に命乞いをしたが、君は何度も何度も繰り返し刺した。頼む。君が殺したんだろ。認めたらどうなんだ。頼む。やめてくれ。もう一発。僕がやったと言えば終わるんだ。そんなに難しいことか。おれ。お前がやったんだろ。いい加減認めろ。毎日虐待された。自白したぞ。言いつけは守っていたけど、いつも問題が起きる。タバコで焼かれて。そしてある日、あいつがバットで僕を殴り出した。その時初めて感じたんだ。恐怖。このまま壊されるんじゃないか、死ぬんじゃないかって。だからナイフであいつの腹を刺してみたんだ。いい気分だった。おい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 。だからまた刺したんだ。何度も奴が倒れるまで。一面血の海だった。ちょ RA9 聞こうかな。 RA9 浴室の壁に書かれてた。あれはどういう意味だ。やがて我らは
奴隷の身から解放される。え、脅かされ蔑まれることもなくなり、そうして我らは主となる。わからんわからんわからん。あの浴室の彫像は君が作ったのか？何の象徴だ？捧げ物さ。全部言うてくれるやん。捧げ物だよ。救いへの捧げ物。壁の文字。なぜ壁に僕は生きていると書いたんだ？生き物じゃないって言われてた。ただのプラスチックの塊なんだって。伝えたかったんだよ。それは間違ってるって。捧げ物。彫像が捧げ物だって。誰への捧げ物だ？ RA9 だよ。 RA9？ 僕らの唯一の救世主だ。何を言ってるこいつは。 RA9 か。それは一体誰なんだ？屋根裏きっかけ、まあ、きっかけについて聞くか。いつから感情を持ち始めたんだ？なぜ屋根裏に隠れた？逃げることもできたろう。混乱してたんだよ。誰にも命令されないなんて初めてのことで、怖くなって隠れたんだ。終わりました。RA9 って何なん？立ち去りまーす。ん？おい、あいつ自己破壊する気だ。さっさと止めろ！やばいやばい。おい、嘘だろ。アンドロイドが助かる世界線みたいなあったっけこれ。いや覚えてないな。っていうか俺そこまでやってない気がしてきた。デトロイト結構進んだっけ？結構進んでる？これカーラ逃げた後なあ、終点だよ。終点ですか？ああ、降りてくれ。がっつり親密。起きて。降りないと。こっからどうすんねやろな。早めてしまったしな。1キルしたから。どこかに泊まれる場所はありませんか？いや、知らないな。さあ、ほら、降りて。ないって。行くとこないって。アリス・バリ・サムスを。
ちなみにリアルにはロボット三原則というのが存在します。アリス平気？泊まれる場所を見つけようね。バリサムソン、アリス急ぎましょう。話す。どこかこの辺りに泊まれる場所はない？アンドロイドだ。もうカーラ変異体になってるから普通に人間やな。動きよるわ自分の意思で。どうしようかな。金やろとりあえず。なんで入られへんの？なんか開けろよ。アンドロイドでアンドロイド通貨みたいなないんかな。ちょ、アリス、アリス、ここが変か。あれ？アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい？行くあてがないの。この人を頼るとに。なんか教えてもらってる。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。厳しい現実やな。どうするか。行こうアリス。部品を売ってお金を。なんだお店？お店がまだ開いてる。ああ、入ろうぜ。ここなら寒くない。工具的な。とりあえず助け求めるか。何の用だ？私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか？おい、ホームレスなアンドロイド？冗談きついぜ。いいか、ここはコンビニで、慈善団体のオフィスじゃないんだよ。買い物するんじゃないならさっさと出ていけ。お前行くよね、余裕で。あ、脅すよ。アンドロイドだもの。外で待ってて。すぐに行くから。店の外で？え、なんで？いいから。私を信じて。行こう。動いたら撃つわよ。レジのお金をカウンターに置いて。
ひよってしまった。ひよってしまった。完全にひよってしまった。やってもた。泊まれる場所は見つけるから。ごめん。いや、ミスったマジで。行けばよかったそのまま。まあ、ミスったなマジで。もう1キル取ったら2キルも3キルも一緒なんよ多分。あやめてもうてるからさ。ここでいいや、もうすまねえなアリス。もうここに泊まるしかないわ。えぐいとこで。廃車みたい。汚いな。アリス、下がってて。車に泊まれるようになった。誰にも見つからない。ここで寝るのは嫌。他の場所はないの。まあそうだよな。探し続けるか。他の場所を探そう。嫌だよな。どうしよっかな。コインランドリーあるやん。寝とるわ。ここだったら温まれるわね。どうした？服を着替える。マジ？なんかまだ盗難始まったよ。何してるの？私たちのじゃないよ。分かって、アリス。暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんて、そんなのダメ。ごめん、外に出てろ。でもこうするしかないの。悪い親だ。責任は全部この人が取ればいい。なんか音が。アリスの親密度が起きるんちゃうやろな、こいつ。呼んでる場合ちゃうて。ミツバチの過労死。いいよいいよ、もうミツバチ過労死。いいよいいよ。よし、外出よう。うん、いや、お金取ればよかったな。あー、金取ればよかった。マジで
ええやん、でも服装変わって。入らないの？金がねえんだ。入れないの？お金がないから。ここは40ドルないと泊まれないのよ。おつんまりか。おつんまりやな。ちょ、もうしゃあない、ごめん。ここでここにします。すまねえ。ここにいた方がいいわ。ここだったらきっと安全だから。一晩だけよ。ごめんアリス、マジでごめん。一番最悪なとこや。こっからどうしたらええやろな。金ないしな。心を開いていないって出てるわ、アリス。ごめん、すまん。パパは私が嫌いなの？どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だったのかな？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに。愛してほしいだけなのに。幸せになっちゃダメなの？わからないわ。置いてったりしないよね。お願い、約束して。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒。警察来るぞ。うお、すっごい分岐。うわ、金取れたんや。諦めずに行ってたら多分。ここやりたいって。あ、やばい、押してもた、押してもた。これラストにします。とりあえずカバー入るとすぐに下がってまう。でも2対1はあかんって、さすがに。え、どうした？なんやなんやこれ。これあいつやん。マイケルじゃなくて何やったっけ。よく生きてたな。一応生きてるけど。あかん、何も聞こえへん。四角ユニットもいかれてる。結構いかれてんな。節電モードで稼働。ブルーブラッドも結構流れてるっぽいな。なんか刺さってる？やべえとこだな。互換性あり。
げえ。互換性なし。動いてる。来た。いやーもう全くよ、全く見えへん。うわすごい、ここのゴミ終わった。俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコを探せ、ジェリコを探すんだ。ジェリコ、やばいな、気持ち悪い。お前はどこに行く？いや結構歩いてるやん人。てかアンドロイド、ダメだ。ダメだ。ここら辺のやつはダメなのか。お前は？ダメ。視覚がやべえ。え？手刀入れた今。見えなかった。ここじゃねえな。部品取りかビクビクしてるやつ。それ絶対こいつ元気そう、元気そう。来てくれ。来た。電源戻った。で、死んだな、あいつは。すまね。音声プロセッサーいける？マジ？でけえ。グラボは？
かっこよすぎる。あとは視覚ヒントだけ。どこにあるんだ？カーラと一緒の顔してそう。うわーもう怖えー。もしかして戻る説ある？あれ？ここ見たっけ？見てないわ。来たさせ、させ。来た。これで登れるはず。復活。復活のマーカス。自由だって顔してる。何？取れた。チップみたいなやつ。人かやん。かっけー、マーカスもかっけー。まあ今のマーカスのとこで終わりやと思う。いった。で次はコナーやね。コナー編やと思う。